はい、えー、気になる男シリーズの119話補足動画になります。この補足動画っていうのは、タカさんから動画が送られてきた URL に、まあ、まつわるですね、タカさんのメールでの文章について、いろいろと私の考えていることをお話ししようかと思います。で、今回の119話なんですけども、すでにね、自分が何かをしなくても動画のネタっていうのは山ほどあるよってことを、まあ、テーマにお話ししました。で、その一つが、あのー、地元のアイドルさん。 ローカルアイドルさんっていうのをずっと撮影するだけでもアクセスは高まっていくんだよってことなんですよねでアイドルのカメラマンになったような気持ちですよねで動画をずっと撮るためには三脚がいりますしで動画の設置するカメラもいるんですけども行ってみればそれだけなんですよで多分ねあのー、こう可愛らしい女の子が歌ったり踊ったりするのってみんな好きだと思うんで特にあの、ね、あの中年男性とか好きだと思いますんでその取材も楽しいと思うんですよでずっと行ってるとね その例えば今回はアイドルさんのフェスティバルですけどもそこのスタッフさんにカメラ席っていうのを用意してもらったりとか時にはね雑誌からのインタビューとかっていうのもあるんですよ。まあ、私も何度か雑誌とかテレビのインタビュー受けさせてもらって出たことがあるんですけどもそういった副産物が生まれて一つのアイドルさんってコンテンツなんですよねでコンテンツっていうのはそれを広める人が必要なんですよだからアクセスは小さくてもそういうところに取材に行く 素人のカメラマンさんとかね昔言うとカメラ小僧っていうのが、まあ、迷惑をかけないようにやればね やっぱこう尊重されるっていうことにもなりますし、うん、やっぱりカメラマンもね偉そうにせずに撮り鉄なんてよく問題起きてますけどもそういうんじゃなくてやっぱりもう撮影させていただいてますみたいな感じでね時には菓子折り持ってったりとかで一般のお客さんに席を譲ってあげたりとかっていうねそういうところで真実さを見せていくことで尊重される,、えー、のされるカメラマンになるしそれが本当の報道姿勢だと思うんですよね、まあ、そうなんですよあのこういった取材って報道なんですよねでですんで自分があるべき マスコミのの姿っってていうのを個人から作っていくそういった個人からモラルってものを考えていくってことの一つにもなるんで、うん、なんかテーマはひとなのかなと思いますよね。まあそういう風なね煩わしさがもしね嫌だよっていう方は動物を撮るのに特化したらいいんじゃないかなと思います。もうね動物園に行って撮りまくるのもいいですし、うん、それから田んぼとか畑をずっとねタイムラプス撮影するのもいいと思いますし何だったら庭にカメラを仕掛けっぱなしでそこにお米でもまいとけばね スズメがやっててきますんでそういういのを撮影しておくとかねもう世の中ねネタで溢れてるわけなんですよでそれから誰かとのやり取りによってそのネタがねずーっと続くっていうのもありますだからこれが「あの気になる男」シリーズをはじめとした動画のリレーってやつなんですけどもこれやっぱりリレーがあるってことは必ず見ていただけるっていう風な安心感となんかその返信してくださる動画とのねこう関係性が強くなるっていう風な一種の YouTube での コミュニティが、ね、こうできてていくってこともなりますしそこに対して第3の矢っていうかね仲間に入れてくださいみたいな感じで3人目が出てきたりとか4人目が出てきたりとか交換日記みたいな感じで何人かでねその動画をやり取りしたりとか一つの動画に対して返信動画をわっとね作るみたいな感じでいわゆるバズる状態っていうのを作ることができると思うんですよで徐々に同じテーマで語り合う仲間っていうのが固まってきたりとかね、うん、だから恋愛について動画であれこれ雑談する ようなね、動画のやり取りっていうのも面白いと思いますし儲かるお話を動画でこんなのありましたみたいな感じで、えー、やり取りするのも面白いんじゃないかなとただこの動画のやり取りモチベーションが上がるような気もしますけどもやっぱりね続かない人もいるんですよ残念ながら、うん、やめちゃうんですよねそうななると一方通行になってきてき どどんどんね動画の返信をしないもんですからそれが引け目になってもうやらないってことになっちゃったりとかそ YouTube そのものをやるのがね億劫くになっちゃったりするっていうそういうふうな、ね、副作用もありますのであの私もね何人の方と動画のやり取りをしていたかわかりませんけども今やっぱりほとんどの方がいなくなってますからね私だけはずっっとやってるんですようんだから本当にね動画のやり取りを年単位で続けられるそのお相手がいるっていうのは貴重なものだと思います。 まあそういうことをね、今回お伝えして、あとはね、メールですよね。あのー、最後の一踏ん張りで、ちょっとね、頑張れるみたいなところもありますけども、まさにね、やっぱりこう、自分一人じゃ頑張れないのは、やっぱり社会ってものに支えられて自分がいるってことを実感することもあると思いますし、あれやっぱファンの力って大きいなと思うんですよ。ファンの力ってね。で私たちも、YouTube をやってる限りは、タレントさんなんですよね。すごくローカルなタレントさんんですよ。ですんで、YouTube の発信を楽しみにしてくださる方とか、あのー なんですかね、久保さんなりの考えはどうですかっていうふうなこととかね、うん、そういうふうならその時に自分の考え方とか発信があお役に立てるんだなとか一つのヒントになるんだなともちろん自分の考え方といったところでいやそれは違うそういう答えを気にしたんじゃない期待してたんじゃないよっていうふうな風も吹くと思いますけどもそういうのも込みで人間関係じゃないですか全てが受け入れられるものでもないですし全てが排除できるものでもないですしそのなんかね あの組み合わせなんですよねねきっと、ね、人っていうのは、うん、全部が全部理解できませんしそれから毎日変化してますんで今日の時点で仲良くした部分も明日になったらちょっとね形が変わってくることもあると思うんですよ、まあ、そういった意味で変化することを楽しめるそれが YouTube なのかなと思いますね、はい、続ける意味これがあの皆さんの中にね残りますように私もこれから発信の方をやっていきたいと思いますねタカさんもどうもいつもありがとうございましたよろしくお願いします